こんにちは、池田しおりです。今日は、パサつきとか広がりが気になる方に向けてのアレンジを紹介していきたいと思います。はい、今日はいつもとプロセスが違って、まずダメージを抑えれるのと広がりも抑えてくれるアレンジになっております。よかったら皆さん参考にしてみてください。それでは動画スタート。ブラシを使います。はい、まず全体、髪全体をしっかりブラッシングしていきます。ここ結構重要なので綺麗にとかします。片一方で大丈夫なので右後ろで2つに分けます。しっかりと手ぐしで整えながら1つにまとめます。後頭部あたりの位置でゴムで結んでいきます。表面のトップの部分と耳周り2箇所ほぐします。このぐらいボリューム感が出れば OK です。毛先を 4,5 センチぐらい開けてゴムで結びます。空洞を開けて1,2,3、少しゴムを下にずらして4回後ろにねじります。この空洞の部分を下のポニーテールに通します。毛先を2つに分けてゴムの下に振るようにギュッと絞ります。ストレートアイロンを使います。温度は140度設定にしています。で、毛先は外羽にしていきます。毛先がこのぐらいまとまって動きが出ていれば OK です。ベイビーヘアオイルを使います。4滴使います。毛先にしっかりとオイルをつけて余ったオイルで表面も軽く整えて完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。今日のポイントは、結構ねじるのって難しい方多いと思うんですけど、まず先にゴムで結んでおいて、それをくる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 回して、後ろにこう、ポニーテールのところに引っ掛けるだけで簡単におしゃれにできてくれます。ストレートアイロンを通してからオイルをつけることによって、ダメージも抑えれますし、梅雨の時期の広がりも抑えれますので、よかったら皆さん参考にしてみてください。次回の動画で会いましょう。さよなら。